ーワールドカップの件がね、昨日の信濃毎日新聞に出てましたね。長野市は2019年ラグビーワールドカップ立候補検討していたんだけれども、やめるっていうことになったと昨日の信濃毎日新聞に出てました。でこれ小泉が主張していたことなんですよね。議会でも主張し、こうして辻筋に立っている時もね、主張してまいったことであります。で新聞を見ますとね、まず経済効果がね、きちんと期待できるのかどうか疑わしいみたいなことを書いてありますよ。これもね、小泉が言ってたことなんです。っていうのはね、ラグビーって言ったって、今まで正直長野市の方そんなに関心持ってなかったし、ラグビー文化も成熟している町とは言い難いですよ。申し訳ないですけども。でそういった町でね、ラグビーやって本当にお客様が来てくださって、きちんとした観客動員ができるのかどうか。でね、ラグビーワールドカップはね、全日本の試合なんかね、長野市は絶対呼べないんですよ。もうこれあらかじめ分かっちゃってるんです。っていうのは、うなぎ長野運動公園総合球技場、カルセイロのホームスタジアムですね、あそこでやろうじゃないか、ラグビーのワールドカップっていう構想だったんだけれども、1万5000席のスタジアムだとカテゴリーが A、B、C とある最低ランクカテゴリー C の試合しか呼べないんです。そうするとね、だから一番不人気カードしか長野市には来ないんですよね、ラグビーのワールドカップ。そうなんですよ。でね、ラグビーの熱がね、ないところに持ってきて、そういう一番ね、不人気なカードで、長野市でどれだけ観客が動員できるのか。でもっと悪いのはね、試合がね、トントントンって連続して続いてやるんじゃないんですよね、ラグビーって。で一度試合やったら次の試合1週間後だみたいな話なんですね。でそうするとね、宿泊も埋まらないんですよね。試合見に来た、見終わった、じゃあ新幹線で帰りましょうみたいなお話になっちゃって、このね、ラグビーのワールドカップからの波及効果っていうのがどうも見込みにくいなっていう点があります。でそういったことを小泉はね、訴えてきました。でもっともっと悪いことがありましてね、というのはラグビーの組織委員会主催者が情報を、ね、出してくれないんですよ。で開催都市ガイドラインっていうね、そういう書類があります、文書があります。でそれを見ると、長野市はどういう体制を取らなきゃいけないのか、施設はこういう水準になきゃいけない、そして、ね、交通インフラはこういう水準になきゃいけない、そういったものが開催都市ガイドラインには書いてあるんだけれども、それ市民にも議会にも絶対見せるなよって、そういうことをね、ラグビーワールドカップの開催する組織委員会は言ってるらしいです。だからね、長野市も困っちゃって、市民にも議会にも説明したくてもできないっていう状態です。でどういったね、経済的負担を長野市に求めてくるのか、それもよくわからないまま立候補だけね、10月31日つまり今日ですよね、ラグビーそれを迫ってくるっていう、それはね、やっぱり組織としてね、そもそもそういう公の公共性の高いイベントを組織する、開催する組織としてね、ふさわしくないかなとまで言っちゃっていいのかな。だけど長野市がね、組むパートナーとして本当に信頼関係が結べるのかってことを小泉は本当に心配してます。そういったもろもろの事情があって、小泉はラグビーワールドカップ開催都市立候補は慎重に考えましょうねって言ってきました。あ、そしたらね、長野市は昨日の新聞、開催都市立候補はやめろっていう結論になりましたので、
ああそうだね、よかったねって、それは賢明なご判断だねっていうことを小泉が感じています。で今後もね、こういったことはね、小泉にきちんと発言してもらいたい。なぜかっていうとね、議員の中にはね、そういったお話が出てくるとね、あ、いいじゃねえか、いいじゃねえかって、やれやれって、いけいけどんどんみたいな方々っているんですよ。自分できちんと調べもしないで、で組織委員会の話聞いて、じゃあどういうね水準になきゃいけないんですか、どれだけお金がかかるんですかっていうことを、自分でね電話一本でできることをしないで、やれ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 言う人ってね、いるんですよ結構。だその中でね、きちんと調べて物を言っていくっていうことが議員にとっては必要な仕事だと小泉一馬は考えますので、今後もね、全然ギリギリできちんと調べて物を言う、そういった活動スタイル小泉は守っていきたいと思います。直しい会議の小泉一馬です。おはようございます。